こんにちは。今日はポケット付きのギャザースカートを作っていきます。ギャザーたっぷりでふんわりとしたシルエットになっています。スカートの脇の線を使ってポケットをつけています。このポケットの作り方はとても簡単で、袋縫いで縫っているので裏側もきれいに仕上がります。今回スカート丈85センチで作りました。スカート丈は変更することができますので、お好きな長さで作ってみてください。その他のスカートの作り方も別の動画アップしておりますので、概要欄をご覧ください。材料です。縦が94センチ、横が110センチの生地が2枚。スカート丈を変更する場合、作りたい長さに対して縦を9センチ足して生地を準備してください。ポケット用の生地、縦が50センチ、横が40センチが1枚。ポケットはスカートと同じ生地でも作れます。3センチ幅のソフトゴムを準備します。ゴムの長さはウエストのサイズに合わせて調節してください。ポケットの製図です。縫い代込みになっています。製図を参考に型紙を作ってください。ポケットのサイズはお好みで変更していただいても大丈夫です。ポケット用の型紙を作っていきます。縦が25センチ、横が20センチの紙を準備します。こちらの角から2.5センチのところに印をします。さらにこちらの印から14センチ下に印をします。こちらがポケット口になります。この14センチの印から 2.5 センチの位置に印をします。そしてこちらから1センチの位置に印をします。点と点を横につなぎます。次にこちらの角から7センチの位置に印をします。こちらの点とこの7センチの印のところをカーブでつなぎます。このような少し湾曲した形でカーブをつないでください。次にこちらの角から7センチの位置に印をします。次にこちらの角から5センチ上に印をします。この点とこの点をカーブでつなぎます。次にこちらの角から斜め45度 7.5 センチの位置に印をします。そうしましたらこちらの角からこの 7.5 センチの点を通って、こちらの5センチの点まで緩やかなカーブを描いてください。赤い線に沿ってカットしていきます。ポケットの型紙の完成です。ポケット用の生地を準備します。生地を中表で重ねます。そして先ほど準備した型紙に合わせて生地をカットしていきます。ポケットに合わせて生地をカットしていきました。このようになっています。これでポケット片側分になります。両側にポケットをつける方は同じものをもう一組準備してください。このポケット口のところが分かるように生地の方に印をしていきます。チョコペンで印をするか、またはこのポケット口部分に合わせて小さく切り込みを入れておいてください。ポケットをつける位置に印をしていきます。こちらが110センチの辺で、こちらが94センチの辺になります。前スカートの表面上から16センチの位置にそれぞれ印をします。先
ほど16センチの印をしたところから下がポケット口になります。ここからはスカートの柄が表裏が分かりやすいもので説明していきます。まず前スカートを準備します。そして右側にポケットをつける場合はこちらから、スカートの左側にポケットをつける場合は生地をこのようにして縫い始めます。今回は右側のポケットで説明していきます。前スカートの上から16センチの印をした位置の下に伸び止めテープを貼っていきます。伸び止めテープがない方は接着芯を幅 1.2cm、 ポケット口の長さ 14cm に合わせてカットしてください。接着芯を貼ります。次にポケットと前スカートの表を中表で重ねます。ポケット口がこの伸び止めテープと合うように重ねて待ち針で固定します。そしてこのポケット口の範囲を縫い代 1cm で縫っていきます。このポケット口の始まりから縫い代 1cm で縫っていきます。このポケット口の範囲を縫っていきました。次にこのポケット口の縫い止まりのところまで切り込みを入れます。その時にこの縫い止まりの線ギリギリまで入れてください。それより奥に切り込みを入れてしまうとポケットに穴が開いたようになってしまうので、この縫った線ギリギリまでカットするようにしてください。反対側も同じようにカットします。そうしましたらこのポケットを反対側に倒します。その時にこの切り込みを入れたところをこのように出して上からアイロンで押さえます。先ほどの切り込みがきれいに入れることができていると、ここがこのようにきれいに直角に出てくるようになります。切り込みが深すぎるとこのあたりまで切り込みの線が出てしまうので、ちょうどのところで切り込みを入れてこのようにフラットにきれいになるように整えてください。このポケット口の範囲に端から2ミリの位置でステッチを入れてください。端から2ミリの位置でポケット口に押さえのミシンをかけました。次にもう1枚のポケットをこちらのポケットと外表で重ねます。前スカートが挟み込んでしまわないように向こう側に倒しておきます。2枚のポケットがずれないように待ち針を打っていきます。このようになっています。端から5ミリの位置でポケットをぐるっと一周縫っていきます。端から5ミリで
一周縫っていきました。このようになっています。そうしましたらポケットを中表をひっくり返します。生地の端までしっかりと出してください。ポケットをアイロンで軽く押さえます。端から7ミリでぐるっと一周縫っていきます。端から7ミリの位置でポケットを一周縫っていきました。このようになっています。次にこのポケットを前スカートの下の方にひっくり返して倒します。このようになっています。そしてこの生地の端のカットした部分を手前の方にしっかりと出します。上からアイロンで軽く押さえます。次に後ろスカートを中表で重ねて待ち針で固定します。このポケット口部分には目印になるように待ち針を留めておいてください。縫い代1センチで縫っていきます。その際にこのポケット口部分がちょうど1センチのところにあるので、このポケット口を一緒に縫い込んでしまうと手がポケットに入らなくなるので気をつけて縫っていきます。縫い代1センチでポケット口までは特に気にせずまっすぐ縫っていきます。ちょうどポケット口のところまで来ました。ここを一緒に縫い込んでしまわないように内側からこのように手を入れて少しポケット口を縫い込んでしまわないように少しずらして縫っていきます。今ポケット口の終わりのところまで来ました。このまま最後まで縫い代1センチで縫っていきます。縫い代1センチで前スカートと後ろスカートを合わせて縫っていきました。ポケット口もきれいに縫えています。こちらにジグザグミシンまたはロックミシンをかけていきます。脇にジグザグミシンをかけていきました。最後にこのポケット口の上と下に補強のために何度か返し縫いをします。ポケット口の上と下に返し縫いをしていきました。裏側はこのようになっています。両脇にポケットをつけていきました。両脇にポケットをつけて、前スカートと後ろスカートを縫い合わせてジグザグミシンをかけた状態になっています。
次にスカートの裾の処理をしていきます。裾を端から4センチ折り返してアイロンかけていきます。その際にアイロン定規を使うと簡単に作業をすることができます。アイロン定規は手芸屋さんや100円ショップで購入することができます。この時縫い代はスカートの後ろ側へ倒してアイロンをかけていきます。反対側の脇の縫い代もスカートの後ろ側に倒してアイロンをかけていきます。4センチ折り返して1周アイロンをかけていきました。一度開いて今度は端から1センチ折り返してアイロンをかけていきます。端から1センチ折り返してぐるっと1周アイロンをかけていきました。そうしましたらこの1センチ、4センチのアイロンの線で2度折り返して待ち針を打っていきます。こちらの端から2ミリの位置でスカートの裾をぐるっと1周縫っていきます。その時にこの両脇の縫い代はスカートの後ろ側に倒した状態で縫っていってください。裾を一周縫っていきました。次にウエストの処理をしていきます。ウエストを端から5センチ折り返してアイロンをかけていきます。縫い代は裾と同様に後ろスカート側へ倒します。反対側の縫い代も裾と同様に後ろスカート側へ倒します。端から5センチ折り返してぐるっと1周アイロンかけていきました。次に一度開いて今度は端から1センチ折り返してアイロンかけていきます。端から1センチ折り返して1周アイロンをかけていきました。そうしましたらこの1センチ、5センチのアイロンの線で2度折り返して待ち針を打っていきます。待ち針を打っていきました。このあたりにゴムの通し口を3センチ残して端から2ミリの位置でウエストを1周縫っていきます。ゴムの通し口を3センチ残して縫っています。ウエストゴムを準備します。一度ゴムをウエストに巻いてみてちょうどいい長さを決めます。最後にゴムとゴムを2センチずつ重ね合わせて縫い留めるようになりますのでウエストの長さプラス4センチでゴムをカットして準備してください。
ゴム通しまたは安全ピンを使ってゴムを通していきます。片方のゴムの端にゴム通しまたは安全ピンを取り付けて、反対側のゴムの端にはゴムが飛び込んでいってしまわないように待ち針を留めておきます。ゴムの通し口からゴムを通していきます。ゴムが途中でねじれないように気をつけて通してください。ゴムがねじれていないか一度確認して安全ピンで固定します。この時に一度スカートを試着してみてゴムの長さを最終確認してください。ゴムの長さが確認できましたら、このゴムとゴムを2センチずつ重ね合わせてN 字で縫い留めます。ゴムを N 字に縫い留めました。ゴムの通し口の中にゴムを収めます。ギャザーを均一にならします。最後にゴムの通し口を縫い閉じていきます。ギャザーが寄っている状態だと縫いにくいので、このように引っ張って縫っていきます。このようにゴムを引っ張って一度返し縫いをします。最後に返し縫いをします。ゴムの通し口を縫い閉じていきました。スカートをひっくり返します。完成です。脇のポケットはこのように仕上がっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。